キープします。三好のフォロー、森谷に戻す、中村健吾ヒール抜けた、三好、三好決まった。ですよやっぱり中村から三好、フロンターレの星2人が大きな大きな先制ゴール。森谷選手からね、まあ、森谷選手もあそこよく通しましたよね、まあ、だからあそこがあのボールを通すのがフロンターレですよね。ここ立て、ここ通さないですけどね、ヒールワンタッチ、そして完璧なタイミング、はい、完璧なシュート、今日サメ三好が先制ゴールを決めました。仙台にとってはね、その前ですかね、はい、家永選手があの外から走り込んでね、あのエドワードネットのボールがちょっと長いボールでしたよね、同じような感じでしたね、外からこう斜めに入ってくる選手にちょっとついていってないですよね。ただそこは仙台ゴール前入っていく。